こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。まずですね、エリザベス女王ですよ、崩御されましたというお話、そしてですね、バチカンとマルタ騎士団に動きが起こってますよと、なんかこれ動きますよと、世界支配層のトップの方がですね、ドゴーンとめちゃめちゃ動いてるんですよ、9月入ってから、これは何かが起こるだろうということでお伝えさせていただきます。はい、まあ、バチカンというのは言うまでもなくね、カトリック教会の最高総本山であってね、エリザベス女王って世界の王族の中でも、まあさね、長いから中心人物だったわけですけど、亡くなったということで、もう陰謀しか感じない、陰謀しか感じない、そうね、そうしかないね、ということですよ、結局は100個ぐらい言いたいことあります。70年にわたってね、この在位されてたということで、もう皇帝ですよ、ほぼね、こんだけイギリス王室におったっていうことは、でもそのね、亡くなられたことがいろちょっといろんなことに絡んでるということを、この後出てくる田口さんに解説してもらいたいと思うんですけども、ちょっとやばい話いっぱい出てきてるんですけども、の本題に入る前にですね、一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今まで神尾 TV ではコロナについて日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかあったんですけども、それやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました。そして今 YouTube のルールでテレビで言ってるような話しかしたらダメ、反対意見などは一切禁止というね、ある意味言論統制ができてしまいました。そのためコロナについて自由に発言できなくなったので、今は別の動画サイトで最新情報をお届けしています。実は YouTube では内容がやばすぎて消されてしまった動画もいくつもあるんですが、そちらの動画サイトで復活させてます。すでに新作動画が50本以上ありまして、 YouTube で言えない裏話を思いっきりやりまくってます。こちらはメルマガでのみどう見る方法をお知らせしてます。YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにも、まだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。お願いします。もちろん一切費用はかかりません。完全に無料です。そしてその記された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい内容です、特に女性の方は必ず一度は見てもらいたい情報となっております。ちょっとめんどくさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。はい、まずエリザベス女王ですけれども、8日ですね、静養先のスコットランドのバルモラル城で死去したというふうにイギリス王室が発表しましたということでね、エリザベス女王にまつわるお話で特集も組まれてたから地上波でもね、特集されてたんで、ご存知の方も多いと思いますが、もう本当ね、陰謀しか感じないというかね、いやいやそんなことないな、素晴らしい素晴らしい在位、素晴らしいあれやった、なんていうかな、言葉難しいね、国民に愛された素晴らしい女王様です。そうですよ、そうですよ、もう表向きにはね、女王、いやいや女王といえばこら、いやいや女王代表、ああまあそうですね、ですよね、ただまあちょっとね、いろいろあるんですけれども、日数計算、もうこれね、こういう重要人物が亡くなると 僕はこういう情報大好きになってくるんですけども、やっぱりね、いつから結構ね、第二次世界大戦とか第一次世界大戦とかからの日数を計算すると、割とね、なんか意味のある数字が生まれてきたりするんですよ、はい、今回ですね、第二次世界大戦終了した日、1945年9月2日から発表があった日、亡くなったという発表があった日、9月8日を計算しますと、77年7日777アッキーセブン、77年7日たまって、そういうのも、いやまあ揃えてきたと、スロットいやこれが666やったらあーってなりますけど、そういうこともあるんですよ、たまたま合わへんように人がね、亡くなる時なんかなかなかそんな計算できない。ただ一つだけ言っておきましょう、777っていうのは一区切りっていう意味があります。へー、だからあの野球とかだラッキーセブンって言って一旦、そこで区切って、あそう、ね、まあ、阪神やったら風船飛ばすじゃないですか、あえて一旦区切ろうっていう意味なんで、歴史を区切る、時代を区切るっていう意味
ですね。なるほどなるほど、そういう意味はもうあるでしょうね。うん、うん、で2020年3月11日、3月11日、はい、これはですね WHO があの宣言をした時です。パンデミック宣言、あ、コロナのパンデミック、はい、うん、ここからですね、うん、日数計算してみますと911、はあ、うん、まあまあまあ、うん、なんやねっていうね、うんうん、まあまあそこで1日足す足さん、その日を入れる入れないとかもあるんですけれども、あ、まあ、こういう日にねこう計算して、うん、まあ、言うたらこのニュースって別に「あ、なくなってたわ」言うてすぐに発表するもんじゃないじゃないですか、はい、うん、だからもうすでに10年ぐらい前にはなくなってたという説もありますからね、うん、説もあります。それ10年ぐらい前にはなくなってて、もういつじゃオープンにするかとかいうのはもう話し合われて、うん、でもテレビに出てはったよ、ずっとこの10年間。まあまあ10年、うん、そうだね。刑務所って言いたいのか。ちょ、そんなことは言いたいわけではない。10年か、2年かもしれない、1年かもしれない、うんうん、っていうね、そういうお話もあるわけなんですよ、うん、あとみんなあんまり注目しないけど、スコットランドで亡くなってるんですよね。あ、そうですよね。なんでイングランドじゃないのかと。いや、もう療養ですから、療養所、うん、でもなんでスコットランドで。飯うまいから、スコットランドのが。それはですね、スコットランドずっと言ってますけど、神尾テレビやってる世界の支配者の中心の S さんがいるのはスコットランドだからなんですよね。あ、なるほどなるほど。そのためにじゃあスコットランド行くんですか。スコットランドで亡くなったってことだったんです。なるほどなるほどね。そうか、場所もやっぱり重要なんですね。どこで亡くなるか。イギリスの女王やから、うん、イングランドで亡くなった方が、うん、NATO じゃないし、スコットランドっていう、うん、つまりはスコットランドの方が力持ってるよという感じなんですね。スコットランドにいる次の S さん、うん、女の方に移譲すると。なるほどなるほど。これはまあ僕が勝手に言ってるだけですけどね。勝手に言ってるだけですけれども、都市伝説でもないですよ、うん、ね、そうですね、雑談です雑談です、雑談です。でもその可能性は十分あるよということですよね。そうしかないってことですね。あ、はい、じゃあ次行きましょう、うん、いや、これもね、地上波ではもうバンバンやってたと思いますけれども、うん、なんと教皇フランシスコさんですね、ロマ法、うん、ロマ法発表しました、うん、9月の30日までに、うん、バチカン銀行に全資金を移すようにということを命令されました、うん、はい、ということですね。地上波でやってないよ。え、やってないですか。うん、すっごいやってる、大事件やからねこれね。でも、うん、これどのくらいあるかと言いますと、一応2021年時点でですね、52億ユーロだから約5600億円の顧客資産を預かっているということなんですけど、バチカン銀行というのがありますよね、うん、でもローマカトリックとその関連団体が持ってる全ての資産を、飛び散ってるやつをですね、いろんなところに金融資産やから預けますやん、うん、っていうのを一回バチカン銀行に戻せというふうに言われてるということですよ、うん、とりあえずお金の移動がこれ完了しそうだということですね、はい、うん、まあ、これも神尾 TV でね、ずっと言ってますけど、バチカンっていう国を守ってるのはスイスの傭兵ですからね、うん、うん、そうですね、うん、つまりハプス、ん、いや、そんなことはないですね。はい、バチカンというとですね、もうこのディズニーランドとか USJ ぐらいの、ディズニーランドの方がでかいな、ディズニーランドぐらいの、まあ、大きさなんですよ。まあ、言うたらこれサンタジェロ城っていうやつがありますけど、うん、近くにね、このくらいの、この城も相当でかいもんですけれど、それでもこんくらいなんですよ、うん、はい、うん、城これ4つ分ぐらい、4つ5つ分ぐらいかな、うん、っていうのが国になってるっていうことです。まあ、世界最小の国ですね、うん、世界最小の一応国と言われてますけれども、うん、実はですね、このサンタアリアンザというのは、あ、そんなに一回も見たことないですね。あサンタアリアンザという組織を持ってまして、組織を持ってるというかな、うんうんうん、うん、組織を持ってまして、組織がありまして、はい、これがですね、世界最強の諜報組織だというふうに陰謀論業界ではもうずっと言われているわけです。だから CIA とか、うん、ね、ロシアのグルーとか、グルーとか、SF、イスラエルの
モサドとか、モサドとかいろいろ怖い諜報機関はいますけれども、 MI6 とかね、イギリスね、うんうん、一番最強の諜報網を持ってる、情報網を持ってる諜報組織はですね、バチカンだというふうに言われとるわけですよ、ずっと。七藤さん正解です。いや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 、やめてくれそんなわけないやん、だってキリスト教のすごいあれ、あれな国やろっていうツッコミしてくれよそういう諜報機関があるからこんだけ世界に広まったわけですよ、逆に言うと。そうね、そうですね、うん、そしてその世界に広がった京都を通じてですね、うん、たくさんの情報が入ってくるという仕組みになってるわけですね。ちなみにですね、 CIA 長官、レーガン大統領政権下で CIA 長官務めた方がですね、うん、言っておられるのは、バチカンの諜報機関は世界で最もよく情報を把握しているというようなことまで言っておられます。そして違う CIA 職員の方、これも情報操作の一つなんでしょうけどね、こう言ってるのもね、うん、あの CIA の方が言ってるっていうのは、まあ CIA スパイの言うことなんか信じたらなんからね、うん、まあ、でも一理あるなっていうことで紹介させてもらいますけれども、うん、イエズス会の諜報能力は最大規模のものだというふうに称賛している CIA 職員もいます、うん、はい、はい、でむしろそこから学んでますからね、うんうん、情報機関っていうのは。そうですね、イエズス会からね、うん、で何をしてるかというと、信仰という武器を使ってですね、対象となる人物に告白をさせて、心にまで浸透してあらゆる情報を掴むことができるという、夢のようなツールがこれ宗教、言い換えればせんの、うんですね、ということをやってるとこもあるみたいですよ。キリスト教ってあれあるじゃないですか、懺悔、うん、うん、このね、神父さんが窓一枚隔てて、うん、こんな悪いことしたんです、すいません言ってやるやつ、うん、うん、あれやってる、告白ね、罪の告白ね、うん、そうそうそう、ああいうのも使えてるということですよね、結局はね。で、このサンタアリアンザの中でもイエズス会とオプスデイという組織がありまして、そこの組織力はですね、もう本当に世界一ではないかというふうに言われています。イエズス会はですね、もう歴史の教科書とかにも出てくるから、フランシスコザビエルさんが作ったやつ、ね、そうですね、うん、ご存知の方も多いと思いますけれども、イエズス会は宗教、キリスト教、カトリックを世界に広めるための組織じゃないですか。うん、そうなんです。キリスト教を世界に広めて支配しようっていう正確に言うと、すごくイエズス会の人たちって今で言うとこの超能力ですよね、うん、だから今で言うとこの洗脳技術、まあ言うたら心理学、うん、まあ神尾 TV 風にセルフイメージ書き換える力をめっちゃ持ってて、うんうん、言うたら例えば日本やったら、日本は当時仏教国、まあ仏教神道の国だったんですけど、はい、そこに来て、はい、言葉も通じひんのに来て、うん、カトリック、キリスト教っていうのを信じさせるために、今まで仏教を信じてる人たちの上を塗り替えて、うん、キリスト教を入れなあかんってことはめちゃくちゃ書き換えなのかもしれない。だからその力があったと言われておりますね、うん、まあ、専門技術というか、うん、そういう力があったんですよね、もうね。目を見ただけで洗脳されるらしいですよ。マジで、まあ、今でもありますけど、催眠術みたいな、うん、目を見ただけで洗脳するやつを最初にやったのがイエズス会と、うん、すごいよね、うん、だからこんだけ世界に広まったわけね。いろんな宗教、いろんな文化の違うのに、カトリックがこんなに広まったのは、そういうイエズス会の力もあったと言われております。ただの言い教えじゃなかったんですね。いや、まあそういうね、イエズス会がすごいいい働きしたっていうお話ですよ、はい。ちなみにこのさっき言ったオプスデイっていうところはですね、うん、もう一個の組織はですね、ベルギーかな、ベルギーから危険な諜報機関扱いされておりまして、おりましたんですけれども、あの危険って言ってすぐに後からですね消されてます、その危険指定、まあ、うん、だからベルギーの、そのベルギー、確かベルギーやったんですけど、その多分上から圧力かかったんでしょうね、やめてくださいみたいな、うちのタクシー付けがね、そう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 、うちのちゃんとした機関なんでみたいな、うん、組織なんでってなった。まあこれやったらバチカンの話だけなるんですけども、そういうね、その世界の諜報のトップみたいな、まあ、国というかちっちゃいところですけれども、国です一応、うん、国がですね、もう国のお金を全部集めますと、はい、自分とこの銀行にと。まあ、これ規模が全然違うからあれやねんけども、日銀とかそんなことやったらもう大騒ぎじゃないですか、うん、うん、まあ、規模がもっともっと小さい国でもちょっと騒ぎになるでしょ、はい、っていうのの、このも一番ミニマムなバージョンが全部お金を引き上げますと、自分のところに銀行集めますってやってるわけですよ。しかも世界支配構造のだいぶトップにある人たちがね、
ということで何か起こるんじゃないかと言われてるわけですよ。何があるんですか？クレートリセットかなっていうふうにね、妄想しちゃうわけですよね、やっぱりね、うん、うん、この時期にこういうことをバチカンがしたというふうになるとね、まあなので警戒しすぎても怖くて動けなくなりますが、まあ、ちょっと頭に入れてですね、うん、この秋過ごした方がいいのではないかと思います、うん、もう一つやばいのではない、バチカンってキリスト教の一味じゃないんですか？ローマ法王様はすごく優しい人じゃないんですか？いや、末端の人たちは素晴らしい人たちでしょう、うん、ただ、まあ、バチカン法王なんかは、いやもう法王なんかは、ローマ法王様はいい人じゃないですか？いい人ではないというか、なんか握手も黙ってえいってやった人じゃないんですか？あのね、難しいですね。悪でしかないんですよね、結局は。聞こえへんかったな。悪でしかないんですけれども、まあ、昔は魔女狩りとかしてましたけど、もうだから悪でしかないじゃないですか、前から。あの植民地とかにするときは全員殺していいんやでみたいな、お前ら神の子じゃないから殺していいんやでとか、そういうのを大量殺戮につながるようなことをやってきたのが、まあ、法王ということも言えるわけですね。そういう世界最強の諜報機関は今敵にいますね。なんか前までバチカンはやばいからとか言ったらバチカンやばいから、僕もそんなこと諜報機関あるとか言わへんかったので、僕も諜報機関あるとか言わん。バチカンですね、あの表に出ているフランシスコ法王はですね、白教皇なんですよね。え黒教皇もいるんですね。で、この人ね、白教皇で、白い服着てるじゃないですか、黒教皇もいるんですよ、黒い服着てるんですよ、ほんまに。で、灰教皇もいるんですよね、グレーね、グレー、グレー教皇もいて、でグレー教皇が一番強いんです、グレー教皇はずーっと一つの家が勤めてるんですよ、一番ね。でこの人たちは白教皇と黒教皇は、まあ、力は持ちますけれども、白はね、みんなが選ぶ合意制で選ばれた人なんで、そういう感じなんで、権力闘争を買ったおじいちゃんがなんですけど、そうそうなんですよね。だから そこはもう任期で変わっていくんですけども、まあ、ここの強行システムを見ていったらですね、みたいなことになってきますよ、結局は。一つの家が治めてるってことです、結局はね。何家なんですか？オルピーオルピーにオッケー。都市伝説ですよ。都市伝説。都市伝説。そんなんやったら天皇も裏天皇いるんですか？それはね、あんまり言うとあかんやつですよ。裏天皇とかたくさんいるんじゃないですか？知らんけど。裏天皇とかもね、まあまあそういう話もね、いつかできる YouTube になったらいいな。ってことはいるんや。いないとかいるとかも言えたらいいじゃないですか。まあ歴史になったら南北、一回南北朝に分かれてますからね。そうですよ。一回二つ分かれてます、天皇ってね。そうそうそう。これは歴史になったところです。ですなぁ。だからもう、これね、もともとこの、さっきも、ピーニケの、その、バチカンの教皇、廃教皇もですね、その家はハプスブルク家と非常に仲良しやったところですし、ということでね、全部繋がってくるんですよね、ここら辺の歴史ってね。だから、ゆいちゃんの歴史コーナーとかも生きてくるんですよ、そうなると。実際に。歴史じゃなくて今なんだっていうね、ことになってくるんですけれども、まあそこら辺またね、ゆうちゃんにやってもらう、教皇の歴史コーナーやってもらおうかな。まずロスチャイド家のコーナー早終わらせてくれ。お前ロックフェラーにいつ入るんやんって。今年ロックフェラー家やる予定やない、まだロスチャイド家続いてますそうやね、終われへんねじゃあこう見るとロスチャイドはまだまだ下ってことですよね。全然下っぽですよね、歴史的に言ってもね。歴史的に言っても、まあまだ言うても5代6代7代しか続いてないからね。結局その一番権力の本館を握ってるのはその貴族たち、なんたら系って、そんな聞いたことないで、知ってる人は知ってるんですけど、っていうような系なんでね。いいね、そう。次です。おこれもえらいことになりました。そのフランシス教皇ですね、白教皇ですけれども、マルタ騎士団の指導者を解雇、新憲法を発行しました。はい、これ勝手にこんなんやっていいんかなと思
と思っちゃったんですけど、バチカン四国の中のマルタ騎士団なの。マルタ騎士団はもともと十字軍やからね、カトリックとめちゃくちゃつながってますので、一応マルタ騎士団はですね、あの100以上の国家と国交を結んでて、独自のパスポートも発行してると、だから国なんですよね。まあ準国というか、そう、国じゃないけど、まあ準、まあ国なんですよ。そう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 、人道団体とか言ってますけどね、この記事とかは。はい、もともとは騎士団やったけど、あの移りロストーンに行って、そこオスマン帝国にやられて、マルタ島にどうしてマルタ騎士団になって、マルタ島もイギリスかなんかやられたから、今イタリアにいるんですけど、その時にもう、武力をやめて、慈善活動しますっていう、お決まりのパターン。慈善活動したやつが一番悪いってね。悪い、大体慈善活動になると大体悪いな。めっちゃ悪い。だから今のマルタ騎士団ですね。そうね。っていう感じのところなんですけれども、今はイタリアのローマにあるんですけれども、そのイタリアの法律の支配は受けてないということですね。国だ、国だね。そうですね。領土なき国家と言われております。で、ここはですね、フランス教皇がですね、一応ビル一つも。ビルじゃなくて城っちゅうかな。まあ一応あのマルタ騎士、これマルタ宮殿って言われてますけど、ビルですよ。あ、宮殿じゃないんだ。城じゃないんだ。名前は宮殿ですけどね。ビルです。これ。あ、そうなんですね。これだけ、この一角にあるビル、まあ、もっと正確に言うと一室って言われてるんですけど、が国、そこがマルタ国、マルタ騎士団って国、国って言ったらあれですけど、準国。じゃあこのビルから出るときパスポートいるわけですね。まあ、そこまでやってないと思うけど、入るときはパスポートいりますし、勝手に入ったら撃たれても文句言いますよね。国や、違う国や、イタリアの人からしたら違う国やから。なるほどなるほど、なるほどね。このビルですよ、このビル、これビル、黄色いビルだけど、これ国ですからね。ね、うん、不思議なことがあるんですね、世界には不思議がいっぱいあるんですね。誰急になんかテレビっぽい。はい、で、このこれをどうしたかと言いますと、はいはい、全ての高官の解任、そして現在のマルタ騎士団の評議会の主権評議会の解散、および個人的に任命した13人のメンバーを含む暫定主権評議会の設立ということで、なんかバチカンがですね、マルタ騎士団にものすごい影響力を及ぼしたということですよね。でも全ての高官の解任だよ。何があったかよく分かりませんが、はい、めっちゃ怒られるようなことしたんかな。いや、もう一部屋借りようとしたと。それで教皇怒った。一部屋にしとけって言って。いや、まあ何があったかはもう分かんないんですけれども、マルタ騎士団というとですね、陰謀論業界ではみんなもう、ってこうね、なんかこう舌なめずりして聞きたくなっちゃう話ではありますよね。やりましょうか、今からやりましょうか。いやいやいや、もともとね、十字軍三大騎士団の一つで、っていうところから。あ、いやいやだいぶ長くなる。三大やがあと2個も説明しない。マルタ騎士団特集ね、いいね多かったらありませんね。でもね、本当にこういう風にガタ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 権力の支配構造のトップの人たちが揺らいでるわけですよね。はいはい、でも今回エリザベス女王でほぼリーチがかかったと思いますけどね。ウェイトリセットに向けてリーチどころかもう始まってんちゃいます。あ、だからもう本当に全部特化入れ替わり、上が全部入れ替わってるじゃないですか。入れ替わってますね。まあ、日本で言っても、ね、天皇の代替わりやって、そうですね、ねって代替わりした首相も変わって、代替わりした瞬間にコロナ流行り、はいですね。そのコロナから9115に女王が亡くなり、もう人という点ではあと一人でグレートリセットの始まりますよ。人という点で、人という点でグレートリセットを見るとしたらあと一人で決まります。おお、それはもちろん言うまでもなく次のアメリカ大統領ね。うまいね。その決まった瞬間に世界は終わっていくと、ああいうことですよ。だって、ね、表向きの国家権力、王族貴族の一番トップだったエリザベス女王が今後、ね、亡くなられたわけですから。そうですよね。もうね、7月からね、ずっとこのコーナーでもやっていますけども、世界中の首相とか大統領と変わってますからね。ですね、変わってます。これは何かもう本当に向かっていってるなっていう感じですね。まあ、いつなのかっていうことなんですけれども、9月の末までは多分大丈夫なんだろうと思います。はい、この
バチカン の, そのスケジュール感を見てるとね、うん、10月以降なんじゃないかなと思いますけれども、うん、えげつないことが来てももうこんだけ前振りあったよっていうふうに言われると思うんで、うん、もう準備はねしてもしなかなかやり尽くせないと思いますけれども、はい、考える限りの準備をしていきましょうということですね。そしてもう一つ余談ですけれども、フランシスコさんもう一つ言ってます。9月1日かな、うん、もうすでに第三次世界大戦の勃発を僕たちは経験してるんだよ、もう第三次世界大戦は起こってるんだよと言ってるわけですよ。ラマ・ホーがおっしゃったわけですね。はい、白が言ったんですじゃあ僕も白に一つこれだけ言っていいですか、はい、敵長いや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 ねえ、うん、黒が言ってほしいですよね、こういうこと出てこい黒いが出てこい思ってるよね。そう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 、黒いことは黒が言ってほしいっていう白いことはええことばっかり言ってほしいっていう、そういうのはありますけど、うん、まあまあまあ置いといて、あの勃発してるんだよって言ってました。これもこの発言もなかなかね注目に値するんじゃないかなと思いますね、うんうん、もう始まってると、始まってるとしたらウクライナロシアじゃないのっていうことですけど、きっかけがね、うん、最初はね、ここから広がっていくっていうことをフランシスコさんは示唆しているわけなんですよね。次はどこなのか、うん、っていうことですよ。はい、ちなみになんですけれども2011年ですね、ちょっと前のお話なんですけれども、うん、はい、これね全然わかんないですよ。バチカンとエリザベス女王が経営してて、一緒に経営してたんですよね、うん、カナダの全寮制のミッションスクール、はい、まあ、宗教的なあの学校ですよね、うんうん、全寮制ですよ。で大量 の, その先住民の子供たちの遺体が見つかったというようなお話もあり、うん、これも陰謀論業界ではですね、いやいやいやもう子供たちに何そったんやと。見つかったのはほんまですね。見つかったのは都市伝説じゃなくて本当のニュース。これはほんまなんですよ、うん、で、まあ、それが、ね、経営したのがエリザベス女王とバチカンだとやったということで、もうなんかこうえぐいことしとんちゃうかというようなね、そんなニュースもそんなことも、ね、陰謀論業界、陰謀ですよ、陰謀ですよ。えそれがバチカンのお仕事じゃないの。はい黒い方はそういうお仕事じゃない。いやいやいや、まあまあ、いやだから、そうなんで、別に十字軍の頃がありましたからね。いやそうね、うん、だからって言っていいわけではないですよ、うん、YouTube っていうね、こういうこともね、あのバチカンとかキリスト教とか調べていくとね、もう結構いっぱいあるんですよね、うんうん、疑惑やで、全部そんな固まってないんですけどね。十字軍のやつともう結構もう歴史的事実じゃないの、うん、連れ去ったりした話。この話はただ単にそこの経営者どこに遺体が出てきたけの話ですよね。経営者どこに遺体が出てきたから繋がりあるんじゃないのというふうには言われてるわけなんですけど、うん、ないかもしれないからね、うん、もうね、うん、ないわけがないけどね、うん、うん、いやいやというわけでね、うん、はいはい、今回は以上にさせていただきます。というわけで今回はまたいろんちょっとヤバすぎる話しすぎた気もするんですけど、まだそんなことないですよ、うん、みんな言うて、みんな言うて、海外の YouTuber みんな言うてというわけでバチカン、エリザベス女王、マルタ騎士団と、うん、もうそうね、もうなんか、うん、エース級が揃ってきましたけど、そう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 、1個でもう3時間みんなってね、うん、僕はどんだけ今我慢してるね、話長くもうの100時間ぐらい喋る3日というわけで、これからもこういうちょっと日本のメディアは報じないんですけれども、世界のトップの方の動きですね、世界支配者の方のトップの動きにね、また何かありましたらこのコーナーでもお伝えしていきたいと思います。はい、あと冒頭で言ったようにですね、コロナについて皆さんお伝えされたりしたんでしょう、まだまだねいっぱいやばい、こういう話感じでいっぱいやばい話出てきてるんですけれども、こっちは残念ながら YouTube で禁止されてますので、そのお話させていただく方、今の方ぜひ皆様の方登録されてください。動画概要欄にリンク貼っております。この動画ここまで見られて、まだチャンネル登録されてない方、登録もお願いします。高評価ボタン押せばよろしくお願いします。動画概要欄にはこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。 Twitter や Instagram などのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。まあ、ちなみにちょっとだけ補足しておくとですね、うん、あのマルタ騎士団の騎士団って、騎士団ってなんやねんっていう話なんですけど、うん、ヨーロッパにおいて貴族っていうのは騎士団なんですよ、うん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 、騎士に入ること、騎士団に入ることは貴族の証、うんうんうん、もっと言うとヨーロッパの貴族っていうのは戦う戦普段はまあ貴族として、うんうん、まあ、支配してあれですけど、まあ、領地を治めてるわけですけど、そうですね、いざ戦争になった時は自分が
自分の領地の民たちを守るために戦うのは騎士王なんで、うんうん、騎士になることは、まあ、ヨーロッパの貴族なんですね。そうですね。だからいろ、まあ、テューダー騎士団といろんな騎士団ありますけど、うん、まあ、その騎士団に入ることは貴族になるっていうことですね。もちろん階級はありますけどね。ってことでマルタ騎士団ってマルタ その貴族たちのお話ってことですね。うん、だ今回13人の貴族たちが教皇に嫌われたというか怒られたという怒られた。うん、何でしょうね。うん、まあ年やからもう若い人に変わっているかもしれない。何なんでしょうね。もうほんまに何が起こっているかよく分かんないけど、うん、えらいことですよ。こんなニュースなかったんじゃ今まで。うん。うん、このファミオ TV やっててもね、こんな支配構造のトップの人たちはさ、1週間、2週間そこらでガタガタっと動くっていうこと、うん、なかったと思いますよ。これは結構な事件だと僕は考えてますね。はい、うん、また機会があれば、また騎士団の特集をやりたいと思います。お願いします。誰も見ひん。いや見る見る。マルタ騎士団みんな大好きやから。あ、十字軍からやってくれたらな。あ、好きやんな。なんかいつもこんなんしてるやん。どういうキャラなんですか。クロス作ってるやん。あとね、今回ちょっとここだけ言いますけど、スコットランドの話 もしないと本当の世界の構造は分からないと思うので、まだスコットランド特集もやりたいですけど、誰も見ないと思 う、ね。うん、僕も灰の教皇の話はしたいんですけど、グレイのね教皇はしたいんですけど、ピーですね、うん、はい、またその辺もね、ちょっと機会があればやっていきたいと思いますので、うん、ちょっと踏み込んでいこうかなと。そうですね。思っておりますので、また引き続き見ていただければと思います。またの方はチャンネル登録と高評価ボタンぜひ応援もお願いいたします。